今日も FIFA20 レバンテ監督キャリアモードの続きやっていこうと思います。今日はラリーガ、レアル・マドリードとの試合をやっていこうと思います。前回はちょうどこの8月31日のレアル・バジョドリー戦をやって終わったと思うんですけど、まあこの画面出てる通り今日は最終日で移籍期間の、まあ、補強がラストできるんですけど、まあ取りたいポジションも選手も特に今はいないので、このまま進めようかなと思います。ただ、放出とか、まあオファーが来て、いい感じのオファーが来たら放出するだろうし、その放出した分の獲得みたいなのはもしかしたらあるかもしれないので、またその時は、動画にして知らせたいなと思います。とりあえずは、レアル・マドリード戦まで進めていきたいなと思います。では、レアル・マドリード戦の日になったので、早速やっていこうと思います。移籍最終日は特に、まあ、放出も獲得もありませんでした。では、レアル・マドリード戦に臨んでいきたいんですけど、今日のスタメンはこちらになります。今日は5-4-1というフォーメーションを採用してやっていこうと思います。まあ、粘ってのカウンター狙いですかね。まあ、ポジションとか言ってるんですけど、今日は。いや、どうしよっかな。逆に今までのやり方でやってもいいのかな。逆にどこまで通用するかを試そうかな。変えるか。さあ、頑張るで。今の現在地を測れる大事な試合。もちろん勝利は目指す。なんかスピード感違うな。気のせいなのか。よし。投げ返して。さあ、ヘルナにマヨラル。もう一回、ヘルナに。これはメンディ。メンディ。OK、大丈夫。よし。さあ、つないで、クラークからモラレス。モラレス抜けた。これチャンスじゃない？マジか。いやー、これ、もう今日最後のチャンスかもしれないのに、外してしもうた。今日ミラモンが、右サイドバック。クラーク、また？モラレス、また？また。ここ、いやー、いい、通った。あー、惜しい。切り返す、すごいの、鋭いな、切れ味が。まずい。なんか崩されてやられた感じじゃないから、ちょっと悔しいな。ここへ入れ替わっちゃったもんな。切り替えよう。
いよ、モラレス。さあ、被災を抜いて、クロス、ファーサイド、ヘンナニ。おお、わざる、えぐいな、キレが。うわ。おいし、すっげえ、カウンター。いやー、そっちじゃなかったな、今。やばい。ギャレスいる。うーわ。ちょっと軽かったなー。なんとか前半のうちにもう一回チャンスを作ってそこで決めたいな。うわ、最低。おー、いいよ、またまずい。まず左警戒。おー、危ねー。よく、ただ依然まずい。まずい。まずい。よし。よし。なんでモラレス怪我してるん？モラレス。治んないかな。自然治癒しないかな。たまにある自然治癒しないかな。さあ、ヘンラニのスピード。モドリッチは振り切った。さあ。いやー、ラモス。お、ああ、惜しい。モラレスが怪我でちょっとダメそうなんで、サイモンと交代させます。さあ、また。ラスト。ああ、ここで前半終了。2-0 で。リード許す形で前半終了。ヘンナニからサイモン、カンパニア、サイモン、これ縦パス、マヨラル抜けた。いや、くー、決めたかった。ケオスだ。まずい。ベイル、おし、セイダーミラモン、ナイス。さあ、カンパーニャ、マヨラル、またここ裏走らせる。切り返して、よし、いいぞ、いいぞ、よっしゃー、いって返した。ヘルナニの個人技、メンディを振り切って最後左足で脇下。よしよしよし、これ追いつける。よー、いいよ、いいタックル。
Sergio Ramos. Excellent attacking play here. うわ、ザル。なんや、そのタッチ。うわ、マジか。ちょっと規格外だ。その動きは絶対来ないだろうなっていう動きが来るから対応できない。変なにミラモン、さあクロス、キーパー正面、押しカンパニア、さあマヤラル、サイモンスピードで、うーポスト、いやー、さあ82分、選手交代、マタを下げてロジエル投入、さあコーナー、いいんじゃない、ああさあこのターンからメンディー、 OK、 いいよ、エンナに、サイモンこれ通るか、いや、いけるでしょ、サイモンなら通る、さあいいんじゃない、よっしゃ、 OK、 追いついてない、いやでもこれサイモンよくここ追いついて、ロジエルもファー逃げて合わせて 3-2、 これ1点いきたいな、もう1点、さあバルディを下げてロシーノ投入、いやいいよカンパニア、よし、マヨラル粘って、よし、いいぞ、これラストあるんじゃない、ロジェル、ロジェル、サイモン、カンパニア、さあ、いやー、うーわ、3-2か。いや最後ちょっと、悔しいな。Muchas gracias por su tiempo y por sus respuestas a las siguientes preguntas. 3週間起用できないの？マジか、早いな、3週間って結果出るの。いや追いつけると思ったよ、厳しい試合だった、どこがいけなかった、責任は私にあります。Gracias de nuevo por su tiempo. ありがとうっつったよね今。そっか、一応日本国籍だっけ。いやー、レバン
って対レアル・マドリードの試合は 2-3 で負けてしまいました。ただまあ本当に勝てそうだったし、最後も引き分けまで持っていけそうだったし、まあちょっと悔しいかなっていうふうには思いますね。まあただ最初は 5-4-1 でいこうと思ってたんですけど、やっぱり戻して4-3-3、いつもの形でどれだけできるかっていうところをまあ試そうと思った中で、かなり通用した部分もねたくさんあったので、まあ自信にもなった試合だったのかなと、今後につながる試合だったのかなと思います。はい、まあそんな感じでちょっとモラレス怪我が痛いですけれど、今後もチーム一丸となって頑張っていきたいなと思います。それでは今回これで終わりたいなと思います。ありがとうございました。